平野紫仕様、彼女目線風ショットにファン興奮、デート気分味わえる、一緒にボート乗ってる気分。平野紫仕様がファンの心を、デート気分、で包み込む、インスタグラムの魔法。こんにちは、皆さん。平野紫仕様の魅力についてお話ししましょう。 歌手で俳優としても成功を収め、日本のエンターテイメントシーンで著名な存在である平野紫耀が、またもやファンの心をわしづかみにしました。彼が2023年9月1日に自身のインスタグラムを更新し、5枚の写真を投稿したことで、ファンの間で大きな話題となっています。彼女目線の魅力。今回公開された写真は、 平野の仕様が青空の下で海を眺めている様子や、スワンボートに乗っている姿が映ったものです。一見すると、普通の観光写真のように見えますが、それは単なる写真ではありません。これは、まさに、彼女目線の魅力を感じさせるショットなのです。1枚目と5枚目の写真には、彼のたくましい後ろ姿が映っており、彼女と一緒に過ごす時間を思わせます。 二枚目から四枚目の写真には彼がスワンボートを自信たっぷりに操る様子が捉えられています。また平野の横顔には何かを見つけたかのような微笑みが広がっており、その瞬間の幸福感が写真からも伝わってきます。ファンからの熱狂。この特別な瞬間にファンからはたくさんのコメントが寄せられました。ファンの一人は これは完全に彼女目線のやつ、デートしたかと思った、私も乗せてください、と興奮気味にコメントしています。スワンボートについては、スワンボートってこんなに絵になる乗り物でしたっけという声も、平野の魅力がファンの心をくすぐる要素として十分に機能していることがわかります。結論、平野仕様の魅力は無限大。平野仕様は、 その多彩さと魅力で多くのファンを魅了し続けています。彼のインスタグラムの投稿は、彼自身のファンだけでなく、エンターテイメント愛好者にとっても魅力的な瞬間を提供しています。彼の写真は、ファンにデート気分を味わわせ、一緒にボートに乗っているかのような気分を楽しませてくれるものです。彼の魅力は無限大で、 今後も彼の活動から目が離せません。彼が提供する幸福感あふれる瞬間を楽しみにしているファンは、今回のインスタグラム投稿を通じて、さらに彼に惹かれていくことでしょう。平野紫仕様のこれからの活動に期待し、彼の魅力的な瞬間を共有し続けましょう。読者への挨拶。平野紫仕様のファンの皆さん。 そしてエンターテイメント愛好者の皆さん、お読みいただきありがとうございます。平野紫仕様の魅力を一緒に楽しむことができて、とても嬉しいです。今後も彼の素敵な瞬間を共有し続けましょう。どうぞ、彼の活動を応援し続けてください。活動